で、イケパラの後に、その後ゴーオンジャーが来るわけですよ。はい、特撮から知ってる方が多分僕のこと多いと思うんですけれども、その時に僕も 3,4 回くらい落ちてるっていう話はしてると思うんですけれども、最初多分受けたのね、もう冒険者とかから多分受けてるんですよ僕。 1,2 回落ちてるので、その後激レンジャーだから全部合わせて多分 3,4 回落ちてて、多分 4,5 回目くらいで受かってるんですけれども、20人まで残った時っていうのが第4次オーディション、これがで、これが最終オーディションと言われていたんですけれども、実はコロナ禍でさらに10人10人の A チームと B チームに僕たちは分けられました。はい。で、今から呼ぶ人は A チームで、まずこの部屋に残ってくださいと。で、古原くん、はい、片岡くん、はい、海老沢くん、薄井くん、はい、相沢さん、なんたらかんたらってバーって残されるわけですよね。で、B チーム。はい、また別にバーって10人くらいの名前が呼び出されて。で、B チームの方は、じゃあ一旦部屋に出ていてくださいって言われて、今、ここに残っているあなたたちが本当の最終オーディションの通過者ですってなった時に、みんな、みたいな感じになるわけですよ。じゃあさっきの B チームの方たちはって他の誰か聞いたんですよね。そしたら、あの方たちは、残念ながら、今回はごめんなさいということで、ということで今から最終オーディションを始めますって。だから最終オーディション詐欺がちょっと一回あったんですよね。だから僕たちからしたら最終オーディションはもうそこだと思ってるからさ、まさかその中で2回に分けられるなんて思ってないわけですよ。そのなんかオーディションの時とかにめちゃめちゃやっぱ記憶残ってるのは、とにかく僕と神話の赤のもう争奪戦みたいなのがめちゃめちゃ繰り広げられたのは本当に覚えてます。例えば渡辺監督が、古原くん、レッドやってください、はい、で片岡くんブルーやってくださいっていう風になったりとかするじゃないですか。でまた次、はい、テレ朝のプロデューサーが、じゃあちょっとあの片岡くん、あのレッドやってもらっていいかなって、で古原くんはちょっと今回はあれでっつって、僕はレッドには呼ばれるんだけれども他の色には絶対呼ばれないんですよ。ずるいなって思ったのが、隣にいる片岡神話は赤色でも青色でもなんなら黒色でも呼ばれるわけですよ。この人絶対受かるじゃんって思いながら俺すげえ見てたのを覚えてます。うわん、ちょっと待って待って待って、なんかアピールしないとなってめっちゃ焦ったのを覚えていて、苦肉の策で出したのが、赤やりたい人って言われた瞬間に一番最初に手を挙げるっていうことを徹底してやってました。これはね、なんか毎年オーディション確かあった気がするんですよね。だけどみんなね、赤やりたいからなんだかんだ赤いジャケットとかね、赤い T シャツを中に着込んできたりとか、結構ね赤をどっかに入れてくるんですよ。でもやっぱ僕くらいになるともう4回くらい落ちてるんで、もうね僕からしたらそういう人たちはまだまだだなみたいな若干あって、僕はじゃあどこに赤入れたかって言ったら、僕は靴紐に入れてました。だから最終的に僕は赤い靴紐の靴でゴーオンジャーのレッドを勝ち取ったっていうのがちょっとあるんで、皆さんもねぜひレッド狙ってる方はさりげないところにレッド入れてみてください。まあだからゴーオンジャーの感想としては、やっぱり1年間同じ仲間たちといろんなことを共に乗り越える作品って多分ほぼないんですよね。めちゃめちゃいい経験できたし、あそこでやっぱ培われた絆っていうのは多分今後一生続いていくなって思うし、ゴーオンジャーマジでみんな仲いいと思うんで、多分戦隊一仲いいと思います本当に。ゴーオンジャーのお話を別の動画で撮るので、まあ、その時にまたいろいろお話ししていけたらなと思いますね。で、まあ、ゴーオンジャー終わりまして、その後デンジンザボーガーですよ。デンジンザボーガーの時もね、もう本当にもうこれもねすごい、始まりがすごかった。ゴールデン街に呼び出されていったら、キングレコードの大月さんっていう方と、あとはその時のプロモーションのやられてた方が確かいたんですよね。大月さんから最初言われたのがこの状態で、君さ熱い役とかできんのって言われて、あ、はい、熱い役ちょっと前にもやってますみたいな話があって、でもね僕が言う熱い役ってそういうチャラチャラした熱い役とかじゃないんだよね。あの昔のその古き良きみたいな感じで確か言われたような気がします。はい、昭和な感じの熱い役なんだよ。できるのって言われたそのタイミングでちょうどボンってお酒が2つ置かれたんですよ。僕の分と山崎さんの分です。で焼酎に唐辛子とシソが入ったなんか金魚ってお酒が運ばれてきて、あれ俺これ一気しろってことかなって思って、ゴーって一気飲みしてできますって言ったら、向こうの方もおおそうか、多分勇気を買われた部分はおそらくあると思います。
後日無事受かりました。そういった意味では僕たちが勝手に飲んだんですけれども、あ、これが芸能界かと思いながら帰った覚えはあります。でも後で大月さんに聞いたら、あの、フライラ君さ、あれ一気するお酒じゃないからって言われたのを確か覚えてますね。ザ・ボーガーも僕の25年後が芸人の板尾いつじさんで、僕のだから25年後っていうことで、このほくろを板尾さんにつけていただいたりだとか、そこで、あの、竹中直人さんが僕のお父さん役なんですけれども、実はこの竹中直人さんに関しても実は僕エピソードがあったりとかするんで、それはまたね、デンディンザ・ボーガーの時にちょっとお話をさせていただきたいんですけれども、これすっごいいいお話なんで、ちょっといつかしたいなっていうふうに思ってます。で、木下ほうかさんが、あの、議員役、もうこの時もだいぶ嫌味がすごかったですけれどもね、本当に渡辺博之さんが刑事役だったりだとか、敵に柄本明さんがいたりだとか、あ、だって関さんも出てますからね、関智一さんだって、ザ・ボーガーが大好きで、僕そこで関さんとだから共演してめっちゃ嬉しかったの覚えてますもんね、本当に。で、バイクの免許をザ・ボーガーのために取るんですけれども、その免許を 3,4 年後に失効するんですよ。あの、なんで失効したかって言ったら、あの、事務所側としてはやっぱりタレントに事故って欲しくないじゃないですか。だから乗っちゃダメっていう風にやっぱ言われるわけですよ。で、乗っちゃダメなもんだから、僕は財布とか結構なくすタイプなんで、なくさないように僕大事にしまってたんですよ。そしたら大事にしまいすぎて更新期限忘れちゃったんですよ。そしたら失効してたんですよ。だから僕一番最初に乗ったバイクがザ・ボーガーで、最後に乗ったバイクもザ・ボーガーです。で、その後 NHK の朝一さんにですね、まあ、拾っていただいて、最初はね、本当に今までやってることが急に変わるわけですよ。今までは俳優でね、ずっとやっぱやってきた部分があるんだけれども、そういった意味ではすごくいい経験させてもらったなと思ってて、やっぱりこんだけ全国回っていろんな地域回らせてもらって、いろんなもの食べさせてもらったりとか、いろんなもの紹介させてもらったりする番組って僕はやったことがなかったのに。今まで朝一って本当にあったかくって、僕はね、親に捨てられてその養護施設に入ってるもんですから、家族を感じさせてくれる番組っていうのに初めて出会ったというか、いや、もちろんね、ゴーンジャーとかも、まあ、家族なんですけれども、どっちかって言ったら仲間っていう方がやっぱ強くって、家族っていう意味ではもう本当に僕のね、まあ、母上って呼んでる、まあ、有働さんだったり、もうおじいちゃんって呼んでる柳沢さん、そして兄上って呼んでる命さん、もうこの3人がね、本当にね、僕のことを可愛がってくれて、もういいことからはもう悪いことはもう悪いってもうめっちゃ言ってくれたりとかしたので、そういった意味ではなんかちっちゃい頃にそうやって言われなかったことって多分ね、めちゃめちゃたくさんあったりとかすると思うんですけれども、こんなに家族感じさせてくれる番組に参加させていただいたことっていうのが、やっぱ自分の中でもめちゃめちゃ財産になりましたし、人間とかなんか人生とかっていう風なところにおいてのめちゃめちゃ大きい番組でしたね、朝一っていうのは。まあ、今ね、バーッと自分がね、その芸能界に入ってから、あの、朝一まで、まあ、だから16年、やばくない？俺16年もいんの？え？嘘？うわ、16年ってやばくない？16年って高1じゃん、だってもう。え、やばいね。うわ、俺なんかそこまでは数えてなかったわ。なんも変わってねえわ、俺。まあ、去年末に僕はまあ事務所を退所しまして、今まあフリーになりましたけれどもね、どうか皆さん応援の方本当によろしくお願いします。あの時にね、できなかったことだったりだとか、まあいろいろチャレンジしたかったことって本当にたくさんあると思いますし、これからそういうのにどんどん僕はチャレンジしていきたいなと思うので、ぜひね、何かありましたらね、仕事の方お声掛けください。そして YouTube の方も頑張っていきますので、チャンネル登録高評価の方どうかよろしくお願いします。コラボの方も待ってますということで、今日はこの辺にしていきたいと思います。それでは明るい未来へ向かってレッツゴーオン。またな。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。